今日は。さあ今日はね、知床と根室の間に野付半島っていうのがあってね、うん、そこにちょっと行ってみようかなと。おで、なるほど。そこら辺の標津っていうあたりで海鮮が買えるっぽいから、うん、海鮮屋さん寄って、うん、でその後根室の方に降りていこうかな。おはい、そんなプラン。オッケー。今のでもう4台ぐらいすれ違ったね、戦車が。キツネがまたってる。冬はもふもふだね。かわいい。あ、海じゃん。海だ。おー、あーちょっとガスってるな。船尻は見えないか。見えなそうだね。あ、見えてる。すごいね。すごい近い。見えてる。ここに。ねえ。もうすぐね、海産物屋さんに着くはず。あ、そうなんだ。うん、こんなところにあるの？うん、市別のそこに。どう？ここだ。やってそうだね。着いた。着いた。ホタテ発送します。ホタテ美味しそう。魚芝？お、すごい、見て、500円でさばいてくれるんだって。ホタテが200円1枚、ホッキが1個200円、お刺身いけるんだ。ホタテ見せてもらおう。ほら、すごくない？ホタテ。あー、これで大きくないって言ってたけど、大きいよ。ホタテってどうすればいいんだろうね。あ、すごいね。どうしたらいいんだろう。野付半島、すごいね。ここは、ね、釣りしてるね。テントがいるね。あ、いるいる。あ、すごいいっぱいいる、ね、奥の方にも。左は海、凍ってない海。 こっちは凍ってる海。そうそう、なんか不思議。すごいよね。すごくない？これワカサギ釣りじゃなくてさ、うん、海の上だからすげえでかいの釣れんじゃないね。もしかしたらそうだよね。これいいな。北方領土肉眼で見れるってすごいな。すごいよね。結構山の上雪が積もってる、ね、高い山がある ね、 山があるね。超鹿やばい。鹿パラダイスだ、ここ。すごくない？すごいな。奥で。すごくない？角がもう見事ですね。
今ね、ネイチャーセンター、うん、トドワラってところ、ここだ。距離16キロの近くて遠い島って、あれがクナヒリ島でしょ。で、奥がラウス山だって。あ、大きな山見えてたの、ラウス山なんだ。だからあれが知床か。すごいね、クナヒリ島が間に入ってくるってこと。今からね、この付け半島終わって根室に降りようと思ってたんだけど、うん、やっぱり知床、ラウス側にも行きたくなって、うん、ちょっとラウスを見に行くね、うん、見えてるね、綺麗に知床が、ね、うん、ラウスまで22キロ、うん、わ、もうでもラウス町に入ったよ、ここ。すごい、すごい眺めだ。ラウスに入った、すごい眺め、すごいな、半島が、うん、山もラウスだけも綺麗に見えて、すごい。さあ、ラウスの町の真ん中に着いた。ラウス漁港を、あ、ここ道の駅、道の駅だ、ここ。行ってみようか、行ってみよう、うん、ラウスの道の駅まで来たよ。すごいね、こんなとこまで来たよ。国後島がすんごいよく見えてる、うん、あ、できた、海鮮丼。海鮮丼できて、あとはこれ、めんめ。キンキだね。めんめキンキ。これで3000円。高級だからね、キンキっていうのは。ね。うん。これで3000円、うん。ちょっとそれは自分じゃ焼けないからさ、うん、お店にお願いした。ホッキ貝とサーモンとホタテ。ホタテ。うん。極めつけはミニ丼。わあ、すごいね。並べてて、すごいな、今日。ウニとキンキと海鮮丼。すんごい入ってるね。2段だった。2段じゃん。1段かと思ったら。ねえ。ね、4000円でちょっと高いかなと思ったけど。うん。量がすごい。量がすごい量入ってる、これ。ねえ。できてきたよ、だんだん。乗り切らないよ、これ。すっごい入ってるじゃん。本当に。なあ。さあ、食べてみるか、いいじゃん。うん、いただきます。美味しい。そう、程よい塩味があるね。あ、油すっごい乗ってる、ね、だってもう、ここに油が浮いてるもんちょうだい、俺にも。すごいわ、そんな尻尾でそんな美味しいんだ。ホックホクすごいな。油乗ってるの分かるでしょ。すごいね、テカテカだもんね。うん、はい、どうぞ。あー、美味しい。すごいと思ったら、何ここ。あ、すごいな。すごいよ。しかも塩味が抜群だね、うん、しょっぱくなって。お醤油いらないね。うん、いらない、うん、あ、でもそういう、大根おろしで食べたら美味しいんじゃない。大根おろしちょっと乗せてさ、うん、あ、うまいな、これやばいな。これは美味しいわ。これはすごいな。高いのが分かるね。はい、どう、うん、大根で食べて、あ、美味しい。大根おろしで食べてみよう。特大ホッケも2000円だったんだけどさ、うん、こっちの方が良かったね。うん、美味しいね。美味しい。ウニ、ウニだけちょっと食べてみようかな、うん、いただきます。甘い。美味しい。美味しい。これちょっとここかけちゃうよ、うん、私。いいよ、いただきます。うん、ラッキングだろう。どう、最強。最高だこれやばい、すんごい、もうファーって溶けた。甘い、ね、わー、美味しい。最高。次はこれです、うん、よし。ホタテがまた熱い。これすんごいよね。よし、いただきます。うん、すごい、すごく歯ごたえすごい、やっぱり、うん、もうシャキシャキって感じ。すごい、おいしい。俺がちょっとさばいたから、うまくさばけてるかわかんない。いただきます。噛めば噛むほど甘みが広がってくる。でも食べよう。うん、すごいおいしい。最高。おっきいからすごい食べ応えがある。
ですか。釣れそうにないね。ラブスで釣りしてるんだけどね。知れとこだよ。おかしいね。魚がいないかも。普段流氷で閉ざされちゃってるから魚がいないかな、もしかしたら。うん、ダメだな。終わり。ラウスでも釣りをしても釣れないって。なんでだろうね。どこなら釣れんだろう。もはや釣れないんじゃないか。腕の問題じゃない。多分ね。次はどこ行くの？次ね、熊の湯に行こうと思って。おお。山の上の方。行けるんだ冬も、うん。そこまでは行けるはず。うん。知床峠まで16キロ。おお、もくもくしてるよ。あ、ここだな。温泉だ。うん。温泉。ここだ、ラウスの。あれまだもうちょい上か。もうちょっと上なんじゃないの？うん、本当にあれなんだ。熊の湯までしか行けませんよっていうことだ。熊の湯はどこにあるの？ここ歩いて入っていくんだ。へえ。熊の湯だよ。超暑い。うん、うん、超暑い。すごいそこにあるんだね。ねえ。ねえ、洋だね。わあ、すごい。ねえ。今日はロング400円で。なんか結構北海道はさ、洗車機がガソリンスタンドについてるね。洗車ってこういうやつね。自分でやるやつ。うん、いいね、うん、これ。これでエンカルがすっきり綺麗になるから、うん、安心。歯舞諸島は見えてるんだね。あれ北方領土だよ多分。もうすごい近いんだね。大地だな多分。
平原がすごい。すごいね。また広いもんな。何キロ続いてんだろうね。すごいね。ギリタポ岬。海星のギリタポ岬。すごいね。これは。それの柄というか何ちっちゃく切ったやつ、鉄砲汁用、カニ汁用の、すごいね、いっぱい入ってる、うん、ここで取れたやつだからね、切れたップで、それと灯台の粒、切れたップの粒、いいね、こっち800円でこっち700円、今日の夕飯かな、食事処平野さんっていうところ、お寿司を購入。これはなんだ、浜中か切りたっぷ岬から5分ぐらいのとこだよね、うん、これで5,500円、うん、結構高級だよね、高級だね、うん、だけどネタがめちゃくちゃいいね、ウニいっぱい入ってるよ ね、ウニにイクラにカニ、ホッキ貝、粒貝、ホタテ、サーモン、イカ、ボタンエビ、うん、もうすごい海の幸スペシャルって感じだね、ね、うん、海で食べることにしたの、食べみよう、うん、じゃあこれからにしようかな、どれ粒、うん、美味しそう、今回粒食べてないもんね、まだ、うん、いただきます、はい、うん、いい音、うん、めちゃくちゃいい音、最高だこれ、美味しい、うん、俺ももらおうかな、粒、うん、次から、うん、いただきます、いただきます、うん、うーん、うーん、やっとりしてるね、うん、美味しい、うーん、大きい貝だね、うん、うめ、うーん、甘いね、うん、うん、すごい、漁から帰ってきてお魚を出してる、すごいね、響き渡ってるよ、
さっきガニ、さっき買ったやつ、すんごい量と、今日はつぶ貝と昨日、しべつで買ったタコね、つぶいただくよ、うん、いただきます。あ、ボイルしてんのかな、もしかしたら、おいしいおいしい、いいでしょう。お、ご飯できた、できたな、そうじゃない？そうだね。ねえ、食べようか。ああ、すごい、おいしい。出てる。うん。
gonna take my time.